僕が一番好きなのは CB1000 だね。あ、ここですか。そうそう、あのこれさ結構言ってるのは、はい、XR と CB1300 で比べると僕 XR なのよ。おのが好きなんだけど、でもこれとこれ どっちを自分で買うって言ったら僕こっち買う。それが不思議なわけ。なるほど。系譜としてはさ、ね、直径じゃん、あっち、はい、CB1300 と SC40 はちょっと暴流になっちゃってると思うわけ。うん、あのバイク乗ったことあるけどやっぱ違うんだよね。ちょっと路線はまた別ですよね、はい、だこれと SC54 が、あの酒井さんもさ乗ったら CB1300 と結構近いって言ってたじゃないですか、うんうんうん、でもね明確に僕の中では違うバイクなの、うん、大きさとかじゃないんですよ。言いますよね。でもなんでかなと思ったら、はい、18インチホイールもあるんだけどね、やっぱね、はい、エンジンじゃないかと思う。なんかさ、ね、これも前言ったことだけど、はい、あのトルク少なくて高回転型になってるじゃない、はい、だからさ開けてちょっと高めの回転で扱えるから、うんうんうん、はい、それの何がいいのっていうと、はい、結局ねリアタイヤのグリップ作れるのよアクセルのオンフで。なるほど、作りやすいのよ、はい、でもさ1300系はギアが高くなるから、はい、あのちょっと緩いんだよね、リアのかかり具合が、はい、そこがもしかしたらその差に出てくるのかもしれないと思って。なるほど、どうですかその辺の、逆に自分がこれが好きだっていう理由が。そうですね、まあ僕まあいろんな確かにありますけど、もう完全にそのなんていうんですかね、まあやっぱりこうクイックイ曲がりたい人間なんですよね、あの自分が。でこう今までずっとやっぱりこうフロントを縮めて、その勢いでこうハンドルをねじ曲げて車体を寝かせてクリッと曲がりたいっていう人間なんで、まあその CB もまあ1300もまあ別の人のですけどね、乗ったこともあってやっぱその明確の違いっていうのは自分の中にもあるんですけど、そのやっぱ曲がってる時の楽しさっていうのをすごく重視してるんで、こうやっぱクイ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 やりたいっていう、もう曲がりたくてたまんないっていうタイプなんですよね、すごく。それでそれやっぱ CB はでもあのどっしり感は本当にあの XGR にはないんで、うん、ちょっと動かないですね。ちょっと動かないですね。そう、でもあれってやっぱり羨ましいなって思うシーンはあるんですよ、結構 XGR 乗ってると。あの特に高速域とかになってくるとなおさらなんですけど、だからもう本当にそのさっきもおっしゃってましたけど、明確なキャラクターが違うんで、あのまあなかなか乗り比べるって難しいとは思うんですけど、そのもしね、なんかどっかで乗れる機会があれば一度はちょっと乗り比べてほしいかなっていうのはすごく思いますね。確かに、はい、でもね僕はネイキッド、まあ何でもかんでも乗りましたとは言わないんですけど、かなり乗りましたけど、あの GSX は1400はちょっとあれかなってか、はい、XR っぽいなって気もする。僕も思いました。あのちょうど、まあ、知り合いが買ったので最近乗ったんですけど、すごい似てるというか、なんかこっちじゃないよね。こっちではないですね。低さが多分あっち系統な感じの、なんかバイクはさ高くてでかく見えるんだけど、ちょっと違うんだよ ね、 ね、はい、意外だな。いや確かに高く見えますね、うん、なんか随分立ちがあるというか、あ、そうそう、でかく見えますもんね。でも、じゃあ ZRX1200 とか、うん、まあ、1100とかさ、台具含めてどうって言ったら、はい、あれやっぱあれじゃないのよ。あれじゃないですね。あっちじゃない。でも、CB とか SC かっていうと、確かに。左右で分けたらこっちになるんだけど。ですね、はい。でもさ、じゃあそれをね、冷静に考えたときに、何が違うのかっていうと、リアショックの長さ全然違うよね。だってさ、確かに違いますね。リアショックが350とか超えてるタイプと、330近辺のやつってさ、はい、やっぱ違うもんね。そうですね。ゼファーどこに行くのってなっちゃう。ゼファー1100は難しいと思うよ。あれは難しいです、ね。なんかこっちかこっちかって言ったらね、そっちっぽいけどこっちっぽい感じ。そうですね。あれはでも結構中間かもしれません。高さとか長さ、なんかバイクの大きさみたいなのは感じるのはあっち側かもしれないですけど、走った感じは確かに違います、ね。なんか完璧にあれではないじゃない。はい。なんかちょっと川崎ってそのカテゴライズが分かん難しいです、ね。違うかもしれないね。別次元のバイク。そうそう、面白いですよね。うん、いやそんな乗ったことないからな。俺だって ZRX とかゼファーレすらないですね。乗ったことない。あ、だから鈴木だったらね、GSX とか全然。そうね、400cc とかね、あのくらいのクラスだったらまあそこそこ乗ったりはしたんですけど、ね、はい、うん、やっぱ大きいのってなるとなかなかビッグネイキッドはないね。まあでも僕車種だけで言ったら100とか多分超えてますよ。ね、まあそうですね、よく雑誌の人がねいっぱい乗ってるってなるけど、はい、でも、はい、そういう市場とか任されるような仕事じゃない中で乗ったって言ったらめちゃくちゃ乗ってますよ。乗ってますね、
結構乗ってる。だからまああれもいいこれもいいってなっちゃうんだけどね。うん、だってほぼ毎週違うバイク乗るわけですからね。今日もさ、だから ZX636 乗ってたんで確かにサス作ってなんだかんだってね、はいはいはい、まあでもそんなとこもう言いたいことある？大丈夫？僕の方は大丈夫、言いたいことは言い切りました。お二人はどうですか？言いたいこと、まあとにかくあのセッティングってすごいよっていうことですかね。あのすごいっていう、そう、もう楽しいですし、まあ本当に何度も言いますけど、僕素人なんで完全に、あの全然知らない世界なんですよね。あのバイクの動きっていうのはまあ当然イメージしながら走ってたりしますけど、その瞬間どういう風なバイクが前が下がったり後ろ下がったり、どういう向きでバンクしたりするのかとか全然イメージできてないんですけど、もうなんていうんですかね、魔法をかけられたって思ってるんですよ、完全に。その別にあの作業をお願いしオーバーホールして、まあ若干の仕様変更も加えてもらって、あのまあ完成しましたって渡されるんですけど、まあ僕からすれば、いろいろやってくれたんだな、嬉しいなで終わるんですけど、いざ乗ってみると全く違う、でも自分のバイクなんですよね。本当に自分のオンリーワンのバイクになってて、でなんか本当に魔法をかけられたかのように自分に馴染むんですよ、とにかく。だから言葉で本当伝えるのって難しいんですけど、なんか本当にそのさっきからすごい、あの何ですか、まあメールなりあの YouTube のコメント欄でもいいんですけど、とにかくなんか気になることがあればなんか書いてあげてほしいっていう、うん、そうですね、うん、それだけでもいいんですよね。ちょっとでも解決できればあれですし、まあ、もし興味を持ってもらえれば、まあ、お店に来てセッティングなんなりなんなり、あの改造するじゃないですけど、そういう面倒を見てもらえるっていうのも、まあ、メニューとしてはあるので。そうですね、はい、営業してますね。もちろんもちろん、ちょっと知ってもらいたいんです。この楽しさを本当に知ってもらいたいんですよね。見たい方はあの CB もずっと置いてあるので。そうですよね、まあ、機会があれば僕の XGR もね、当然タイミング良ければ、そうですね、タイミング良ければ全然乗っていただいて、むしろもう乗ってくれと。いろいろ言うけど乗れば分かるかな。乗れば分かる。最終的には言いたいことは ね乗ってみなさいって、うん、もう確かにお金はかかりますけど、でもそれ相応の価値は絶対にあるっていう、これだけは自信を持って、はい、言えますね。ありがとうございます。はい、そうですね。坂井さんは、はい、そうですね。言いたいことですよね。なければもうおしまいでいいけど。言わで切っちゃったかもしれない。もう同じことを繰り返すのもちょっとね、芸がないんで。バイク楽しくね、乗りたかったら、まあもし自分のバイクに不満があるとかね、まあわかんないんだけどでもいいと思うんだけど、ちょっとね、こういった純正とは違うね、手が入ってる車両って、っていうのは一回経験しとくと、確かにそうですね、ちょっとね、視点変わるきっかけにはなるかなって思うので、うん、まあこういったね、サスペンションセッティングってちょっととっつきにかかったりして、僕もまあいろいろ試行錯誤したり試行錯誤したりして苦労して、うん、まあそれも楽しいですけどね、まあまずは一回乗りに来てみたらどうかなっていうのが、はい、そうですね、来てみて触ってと、はい、で話して。でハンコ持って、いや別にうちローンとかやってないから大丈夫、クレジットカードでいきますから大丈夫です。わかりました、ありがとうございます。はいはい、じゃあまあそんなところでね、はい、だいぶ外も暗くなっちゃいましたね。映ってるこれ。結構ね、意外に映ってるんですよ。意外にそうそう。まあまあ後でちょこっと調整しますけど。はい、まあそんなところで、じゃあこれでまた、はい、おしまいということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。